ちゃんはブロッコリーが好きです。美味しいみたいです。結構グルメで食の好みがはっきりしています。ちなみにキャベツが好きって聞いてたんですけど、店員さんにペットショップに、でももう最近はキャベツはいらないって言います。白菜とかあと小松菜を最近はよく食べています。ブロッコリーは葉っぱのところも好きですが、茎のところが大好きなようです。けど葉物だとあの部分しか食べません。フルーツの、あの乾燥させたやつとか、あと里芋じゃない、さつまいもの乾燥させたお野菜チップとか、そういうなんかちょっと甘い系よりもこういう葉っぱとかブロッコリーとかの青臭い系のやつが好きなようです。草の匂いとかそういうのが好きなんでしょうね。タンポポも好きです。可愛いですね。存在が可愛いですね。最近はこのクッションの間に挟まっていろいろ食べるのがマイブームなようです。結構その場で食べるのと持っていくのと何が違うんだろうって最近観察してたんですけど、イチャム的にはめちゃめちゃもうそれに集中して堪能したい時は持ち帰ってるっぽいです。好きなものをじっくり味わいたいんですね。キビナゴとかブロッコリーは持ち帰って食べることが多いです。キビナゴはほとんど全部持ち帰りますね。でここに挟まってもじっくり楽しんで食べてますね。美味しかった？よかったね。よかったね。なでなでした。よかったね。ブロッコリー美味しいね。よかったね。